ばんは、キッチンスタジオ10位の木野恵子です。毎日晩ご飯、今日は、ピータン豆腐を作りたいと思います。皆さんピータンってご存知ですか？ね、ピータンってね、まあ、これはね、私どこだっけな、カルディで買ったのかな、カルディで買ったんですけれども、アヒルの卵です。アヒルの卵ですって書いてあります。ここに見えます、アヒルの卵って書いてありますけど、これをですね、どうするんでしたっけ。まあちょっと作り方はね、ググってもらったら分かるんですけれども、まあ中がね固まっていて、外に泥がついていますね。で、中がこう黒くねなってるんですけれども、まあすごくね、好き嫌い分かれるとこだと思いますけれども、私結構これ好きなんですね。で、日持ちもしますので、割と切らさずに冷蔵庫に入れてます。かといってまあそんなにね、1ヶ月に1回も食べないですけれども、なくなったら買ってくるっていう感じでね、してます。で、このままね食べても、醤油とかつけて食べてもらってもいいんですが、よく私はお豆腐にね乗っけるんですね。こんな感じ、お豆腐に乗っけて食べます。で、今日もちょっとお豆腐があったんでピータン豆腐かなと思ったんですけれども、意外とね、今日は、トマト、フルーツトマトも美味しいのと、きゅうりもね、私あんまり旬じゃないもの買わないんですけどね、ちょっときゅうり食べたくなったんで、きゅうりも買ってました。そしてアボカドのね残りがあったの で、お豆腐がそんなたくさんないので、これらでね、今日は、ピータン豆腐のサラダ版みたいなのをね作ってみたいと思います。はい、ではね、このピータンね、使ったことない方はね、ちょっとこう見ていただくと、泥なんですこれついてるの、ね、で泥を剥くと中から普通にゆで卵みたいな感じでね出てきます。で、これをね殻を普通に剥いてもらったらいいんですけれども、まずね泥を落として、こんな感じね、卵になりましたよね。これちょっと洗ってきますね。はい、こんな感じで普通の卵です。で、これを殻がね硬いですか、殻をポンポンって割りまして、で、これを剥いてきます。そうすると黒いんですね、こうやってね、白身が黒いんです。これはなんか加工によって黒くなるんですかね。ピッタの前の卵っていうのは普通の卵と一緒なのかどうかちょっとわかんないですけれども、で、ちょっとね透明っぽい黒、ほら赤ね。で、黄身も、グレーっぽくねなっております。これがピータンですね。おなじみの方にはおなじみですけど、初めて見る方もいるかもしれない。で、これがピータンです。もう一回洗いますね、外ね、ね、中も気になりますよね。今切りますね。じゃあピータン切りますと言いたいところですが、ピータン切ると包丁が汚れます、ペタペタしちゃうので、先にきゅうりとかを切っちゃいたいと思います。きゅうりはね洗ってありますので、両端落とします。でね、これはね今日乱切りにしてきますね。私ね、きゅうりのね食べ方は乱切りが一番美味しいんじゃないかと思ってまして、薄切りするとね、なんかこう、あんまりきゅうりの美味しさが出ないような気がして、乱切りのね、ちょっと歯ごたえある感じがきゅうりが美味しいなと思うんですね。で、今日は豆腐とかも全部ちょっと大きめの角に切りたいので、ね、乱切りで合わせたいと思います。はい、できた。じゃあこれ入れます、ボウルに入れてきます。よいしょ、なんか飛び散ってます、はい。そしてフルーツトマトの前にアボカドにしよう、ね、包丁とかまな板が汚れない順番でいきますね、よし、はい。アボカドね、最近何個か続けて買ってるんですけれども、なんかあんまり当たってなくて、ちょうどいいね熟し加減のものになかなか当たらないんですけど、これはまあまあいいかな。今ちょっとね種が取りづらかったんでどうかなと思ったんですけど、
まあまあ悪くなさそうですね。一昨日かな、使ったアボカドははっきり言って硬かったです、ね、ぐじゅっとしちゃうのはダメなんですけど、やっぱりある程度ねっとりとね柔らかい方が美味しいんですけれども、これはまあいい感じかな、うん、じゃあこれもね角に切ってきます。見えますか、横に置こうか、ね、角に切ってき、あちょっと硬いな、まあ一昨日のよりマシですけどちょっと硬い。でこれもこれくらい大きめの角、大きめの角に切ります。きゅうりアボカド、トマトって結構やるんですけれども、そこにね、まあ、豆腐まではやりますけどね、そのピータンと合わせたことないんで、でもきっと美味しいと思います。じゃあ、トマトですね、トマトヘタ取ります。ヘタ取るときはねトマトを置いてあげて斜めに包丁刺してください。そしてちゃんとここのね芯を取るね、こうね斜めに刺して芯を取ってください。ヘタだけむしり取ってもね硬い芯残っちゃいますね、はい、これはね結構立派なフルーツトマトです。味濃かったです。色も濃いですけどね。で割とあの皮も硬いので、こういう和え物をするときなんかは硬いトマトいいですよね。ぐじゅぐじゅしないので結構向いてます、こういう時。はい、じゃあトマトも切れた。はい、じゃあこれで入れちゃいます。はい、そしてそこに今日木綿豆腐なんで3分の2ぐらい残ってるのね。これもよいしょ、角に切っちゃいます。木綿なんで一緒に混ぜちゃって大丈夫だと思います。絹だとね、味付けてからの方がいいかなと思うんですけど、これは一緒に混ぜちゃう。結構ボリューム出ましたね。そしてやっとピータン、お待たせしました。よいしょ、ほらこんな感じです。初めて見る方もしいたらね、黄身じゃなくてグレーなんです。こんな感じです。でちょっとね包丁にねとっとつくような感じですね。流れはしないんですけど結構ねとっとつきます。そして白身の部分、いわゆるね卵の白身の部分はさっき黒かったですけど、ちょっと透明がかってる感じなんですよね。琥珀のような感じですね。はい、切って、でこれもあんまりね細かく切らないで串型に切って、このままお醤油とか生姜醤油で食べるか、あと私よくやるのがこの4等分にした後に、まあこれも乱切りっぽく大きめに斜めに切っていく、ね、細かくしちゃうとね、この、まあ、あえて卵黄卵白って呼んじゃいますけど、黒いけど卵黄卵白が剥がれちゃうので、まあ、大きめに、ね、カットでいいと思います。でちょっとね入れる前にこっち先に味付けちゃいましょう。はい、ではね味付けしますけれども、まずねこっちを大きく混ぜます。そして塩コショウオリーブオイルっていうのでもいいんですが、今日はこのね中華風ね、このピータが入るために中華風ですので、ちょっと違う味付けにします。まあお醤油とお酢とでもいいんですけど、ポン酢にしちゃいましょうね、簡単に。お醤油とお酢でももちろんいいですよ。でもそれが合わさったねポン酢、今日はゆずポンですけれども、ゆずポンにします。をかけちゃうね。もうね家庭料理ですか、簡単に。ちょっと味見ますね、うん、そしてじゃあピータンも入れます。ただのゆずポンあえじゃなくて、ここにごま油入れましょう。ね、ここにごま油を入れることで、これでね中華っぽくしたいと思います。これでねピータンに合う感じになったかなと思うんですけれども、ちょっと味見してみるね。うん、うん、もうちょっとだけ、もう
少しだけ お醤油入れさせてください。お醤油ちょっと小さじ1ぐらい。よし、これでいいかな。まあいいかな。はい、こんな感じで、ここにねパクチーがあったら最高なんですけど、まあお好きな方はね、もう今日急遽作ってるんでパクチーないので、ね、もうこれで完成にしたいと思います。はい、できました。今日も簡単です。はい、それではね盛り付けていきたいと思います。今日ね、ちょっといろいろ残り物を食べようと思いまして、それにね一品加えるぐらいのつもりで作った、意外とボリューム出ちゃったんで、ちょっとねたっぷり盛りたいと思います。大きめのねお皿でたっぷり盛りたいと思います。これね割と私オーバルって楕円ですね、楕円の器よく使うんですけれども、この器もすごい使い勝手が良くて、サラダでもパスタでも結構何でもね素敵に見えます ね。白いお皿やっぱり重宝しますね。まあこんな感じなんですが、ちょっとなんかね薬味的なものが欲しいなと思って、玉ねぎかななんて思ってたんですが、いいものを思い出しました。貝割れ大根です。貝割れね、ちょっとなかなか最近私は買ってなくて、皆さんどうですかね、買ってますかね。すごく久しぶりのアイテムなんですが、これねちょっとピリ辛ですよね。なのでこういうちょっとアクセントの時にいいかなと。あとグリーンも綺麗なんで、これの存在を思い出したので、ね、使っていきたいと思います。ちょっと切って、これやっぱり洗わないとダメですね。半分に切りました。あんまり細かくしないで半分に切りましたね。貝割れ大根ってね、いわゆるスプラウトですよね、若い芽ですよね。なのですごくね栄養あるんですよ。伸びゆくねところなのですごく栄養があります。あんまりねもう最近忘れ去られちゃってて、他にブロッコリースプラウトとかいろんなスプラウト出てきたので、ちょっと貝割れがね忘れ去られてますけれども、私も忘れてましたが、ね、こういう時のアクセントにいいんじゃないかなと思います。ほらちょっと綺麗になった、こんな感じです。どうでしょうかね、やってみてください。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。今日の動画が役に立ったなと思われた方は、下のグッドボタンを押していただけますと励みになりますので、よろしくお願いします。また、悩みがちな毎日の献立のヒントになるような、配信を、公式 LINE の方で行っております。キッチンスタジオ公式 LINE へまだ登録をされてない方はぜひ登録してください。毎朝、配信しております。公式 LINE はこの下からすぐ登録できるようになってますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。